こんにちは。アディクション TV です。今日は、佐賀県の方に釣りに来まして、今回、佐賀県に来た理由は、バスレスさんとコラボをさせてもらうということで、佐賀県に来させていただきました。それではちょっと、登場してもらいましょうか。お願いします。はじめまして、佐賀県で YouTube 活動をしております、バスレスと言います。よろしくお願いします。で、ウィズプロスケットの笹さんです。はい、プラスアルファです。よろしくお願いします。お願いします。今回もう今ちょっと午後なんですけど、午前の部はバスレスさんの方の動画で、撮影してますんで、バスレスさんの方の動画を見てこちらに来てもらったら嬉しいなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあもう暑いしサクサクっと行きますか。はい、行きましょう。じゃあいいですか。レッツー早いゴー早い。あ、早い。じゃあ行きましょう。決まらんのこの男。それじゃあ行きましょう。はい、レッツゴー。かぶっといてやっちゃってください。はい、はい、判断が遅い。まだ4回。ここはどういう場所ですか。ここはですね、まあ、水もさっき、まあ、前半の分、はい、で行った場所が、まあ、この最上流というかになる。あ、最上流になってて、あのバスレスさんの方の動画でやった方が上流で、その今回後半戦は下流の方。はあ、はあ、なるほど。唯一水も流れてて、ビートも点在して、まあバスがいるならここだろうという、はい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 、感じでちょっと下流を選択してみました。タイムの絶望感アンティアちゃんですね。やっぱりクラッシュナインとは別物になりますか。そうですね、もう完全にタイニーはなんかもう本当気熱感覚じゃないですけど、ベッドウォークでネチネチ攻めて、で、ナインがサイトに、サイトやら、あとその場、ハットフィールドなどとか、一発目にアプローチじゃないですけど、サーチするのに、まあナインを使います、うん。なるほど。だって本当こういう原理あるんですよね。タイニーには食わないやつはナインで食うとか、ナインで全く反応しないやつはゴーストで食うとかいう。マジで本当にあってる、はいはいはい、何回も経験してるんですだけん、なんかフォローで何かを入れるじゃなくて時とかはその小さくするんじゃなくてどんどんでかくしていくスタイルなんです。はい、だいたいフォローで9をまず入れてみたいな。なるほど。まあ、今はもうこのバースタイルに一本しと思ってね、こういう打ち物とタイミング専用なんで、はい、インスタライブで出会いましたね、僕たちは。はい、そうです。それが今はこうやって4時間かけて移動してきて一緒に釣りをしているという。不思議ですね、本当に。はい、1本あげるとな。いやー、ぜひお願いします。あの、今日僕は釣れてません。今のはモード A ですか。モード A で釣ってました。最近ですね、あのバスレスさんと僕もちょっと仲良くさせていただいて、はい、その DRT 商品にちょっとハマってきつつあるところで、僕もバスレスさんの大会に出させてもらって、はい、それまではこんなもの投げてませんでした。ああやっぱりね、これビッグベイトって誰かの影響とかがでかいですよね。そうそうそう、まあ、使うまでは分からないですもんね、釣れるもんっていうのも。まあ、自分にこんなものが使いこなせるのかっていう。まあ、下着に言ってますが、僕はまだ釣ったことありません。てつさん、普段どういうので投げられるんですか。ゆうたろくんと一緒でビッグベイトが多いんですけど、はい、なんか周りの釣れてる人の話聞いてたら、横の釣りが全然釣れてないらしいんで、なるほど、ジグとか
方がお連れ取るって話を聞いたんで、まあ臨機応変にっていう感じですか。私は下のメインでやろうかなって。理想はやっぱ1レートで釣りたいし、釣りたい釣りじゃない、最近釣れる釣りを、はい、何も釣れんじゃん。それこそビッグレートの方がかなりやったけど、これ結構水深浅いんですよ。60ぐらいですか。はい。あ、基本パッドイカで。パッドイカつけてれば釣れる説みたいな。実際下流どうなんですか。下流よりやっぱ上流の方が釣果は上がってるかな。あんま下流で釣れるイメージがないっていう。ああなるほど。やっぱこの辺から上が多いかなって感じがするけiPhone が熱々。熱々でしょ。熱々っす。なんかこういつ来るかわからんっていうのが怖いんですよね。ああ。こうやって撮ってる側で言うと、GoPro って別に、しかもなんか撮られてる感じじゃないっていう。ああ。えい、最後に取れました。最高にはナイスバスです。バスです。いいっすね。33ぐらいかな。35ぐらい。うん。まあこれからサイズアップしていきます。パッド以下です。素晴らしい。やりました。しっかり奥で、ね。アディクションデビューしましたね。アリクシオの1本目、あざーす、最高にやんでした、あざーす。誰も取れてないんですよ。せい、せい、うお、パイセン、ナイスバスです。カエルさん、サガバス。お、しかも ちっちゃいけどコンディションいいですね。コンディションいいですね。よくアディクション一発目は回転やったっすね。いえ。え、ハリヤさんビッグベイトどうしたんですか。さっき投げてたビッグベイトどうしたんですか。あ、練習結構したんですよ。あ、練習っすか。
何を使いこなして今投げとんすか？得意なやつじゃん。お箱出してくんなよ。これを持たしたらちょっと向こうを仕掛け、しらす可能性の高い岩を出して。なるほどね。しっかりカバー打ってこ。カバースキャット伝説また残したね。尖ってない逆じゃん。おお50あれ、ほらやっぱり50あるわ。50あるっすね。ほら50見た。イエーイ、やったじゃんヒロちゃん。すごいヒロちゃんじゃないや、ハルちゃんやった。ハルちゃんやったじゃん。痩せとっても1500あるでしょ。ハルちゃんやったじゃん。1640。いや、あ、1300、1400か。1390。ちょっと遅いね。まあ、それでも、ナイスクオリティじゃないですか。おはようございます。ええとこ持っていくなぁ。お疲れ様でした。今日は、バスレスさんとのコラボで、一日中やってきましたが、全員やった。そうですね。そうですね。まあ、楽しかった。当たりの数も多かったし、そうですね。バラシも多かったけど、もう結構楽しめたんじゃないかなと思います。いや、本当みんなで楽しくワイワイと、いい経験をさせてもらったんで、はい。まあ、僕たちもこれから YouTube 活動を頑張りながら、前回の動画はバスレスの方で配信するんで、そちらもよかったら見てください。そうですね。多分、いや、こっちの動画が先に出ると思うんで、あ、こっちの方が、うん、ちょっと、時系列ずれるんですけど、そうですね。まだ今後載せるんで、そうですね。それも、概要欄に貼っておきますんで、はい。ぜひそちらもご覧ください。お願いします。じゃあ、バイセン、はい。YouTube 初、バスということで、ちょっと、カメラが、追いついてなかったんです。いやでもまあ釣ったことに変わりないし、なんかその気持ちをなんかちょっと一言。いやまあちょっとほっとした最初だと思う。あ、そうですね。最初は本当ね、そうな、まあ変わらんと思う毎回。今日かな。はい、もうおっしゃってたように頭を素晴らしい、素晴らしいあって、それでまあ素晴らしい、名物もね、名物を取ってもらったんで。どうしても魚に変わりたかったっていう。はい、すいません、変わっちゃいました。いや今回だいぶ魚で楽しめたかなって思います。はい、そう、まあ、今度バスさん、そうですね、次は広島に行きますね。あ、たくさんも、もちろん、はい、行きましょうか。でもね、集合でなしできれば、はい、もう準レギュラーみたいになってる。毎回オーディオでプラスアルファ。そうですね、そうですね、またなんか今後も一緒に、はい、できたらですね、できたらいいなと思いますんで、今後とも、バズネスとアディクション TV をよろしくお願いします。ありがとうございます。それじゃあまた見てください。はい、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思って、ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。